おはようございます。今日はトロト休日の4日目です。今、メタナイトと一緒にミュージカルに出演してる夢を見てた。いいなぁ。オファーなのにゃ。これはね、秘密情報なんだけど、この町の近くに、城ヶ島公園っていう猫の世界じゃ有名な場所があるのにゃ。なんでもそこに行くと少しだけ人間っぽくなれるんだって。へえ、でも少しだけってどういうことなのかにゃ。もしかしてほくろだけ人間になっちゃうのかにゃ。ふふふ、ふにゃ。なんだか怖くなってきたのにゃ。でも、人間にもなりたいのにゃ。マロ、一緒に行ってくれる？城ヶ島公園行こう。行きたーい。ほ、よかった。それじゃあ、今から、城ヶ島公園に出発なのにゃ。お、もう行くんだ。あ、バスだ。バス移動なんですね。わあ、一番後ろは揺れるよ。ああ、海沿いだ。めっちゃ移動してる。到着。おお、お土産屋さんだ。何はがきって書いてあるんだろう。絵はがき、絵はがきだ。へえ。わーい、わーい。城ヶ島公園に着いたのにゃ。ねえねえ。マロン、トロちょっと人間っぽくなったかにゃ？なったよー。わーいわーい。さすが、城ヶ島公園なのにゃ。もしかしたら、帰りには人間になっているかもしれないのにゃ。そうだね。それじゃあ早く、いろんなところに行ってみよう。行ってみよう。いろいろ調べてもいい？貝のつかみ取り。へえ。これは、おみくじでいいのかな？おー、み、く、おみくじってなーに？おみくじはね、ものだよ。マモはおみくじって好き？おみくじ私大好きだよ。おみくじって元気のもと？元気のもとだよ。おみくじね、私四国出身なんですけど、地元のね、お寺とか神社にはね、誕生日が書いてある封筒を取って、中を開けると、一年の運勢が書いてあるタイプのね、おみくじが、こう、そう、そのおみくじを見て育ったんですけど、あ、今関東にね、住んでるんですけどね。こっちのおみくじは、開くと大吉とか、吉とか、凶とかね、書いてあって、あ、これアニメで見たやつって思いました。ガラス？これってなーに？なんだった？
ショーケースの中にビードロにしておこうか。昭和レトロ。使うものだよ。マノアビーゾロって好き？好きだよ。大人っぽい？そうだね、大人っぽいよ。ふにゃ、にゃにゃ、忘れないようにしっかりと覚えないと。うん、覚えようね。絵はがきは押せないんですね。なんだ。うん。ぐにゃ。ビードロを見てる。ああ、お土産でよかったんじゃない？これ。お土産を見てると、不思議な気持ちになっちゃうのにゃ。あれれ？ってことは、ビードロもトロのこと不思議に思ってるのかにゃ。そうかもしれないね。そうかにゃ。えへへ、なんだか照れちゃうにゃ。同じかな？同じっぽいですね。よし、こっちに行ってみよう。看吧，呀，カドトクように優しい。うん。ハゲてる。看板ってトロに似合うかにゃ？似合うよ。わーい、わーい。看板が似合うようになれば、立派な大人なんだよね。これからトロも大人の仲間入りなのにゃ。これで大人の兵も使えるにゃ。えへん。灯台のレプリカか何かかな。きっとそうだよね。教えてあげるにゃ。あのね、すっごく珍しい、あ、灯台だ。灯台を見つけたらね、そこで4回恋をするのにゃ。4回も。そうすると、夢が叶うらしいにゃ。すごいにゃ。3回は恋に破れないといけないんですね。ねえねえ、一緒に見つけてくれる？いいよ。わーい、わーい。一緒に探すのにゃ。トロも、人間になれるかもしれないにゃ。楽しみだにゃ。楽しみだね。うん、なんか拾った？へへへ。登ってみようかな。おー、いいとこー。すごいいいとこ。城ヶ島はね、私、行ったような、行ってないような、行ったのかな。なんか一回ね、バス乗って行ったような気もするんですけど、すごいこう、お腹が痛い日で、あんまり覚えてない。行きたいなぁ。もうね、城ヶ島公園で写真撮ってほしいのにゃ。いいよ。わーい、わーい。それじゃあ、ポーズ撮るから、かっこよく撮ってにゃ。
チーズ。ねえねえ、ちゃんと写真撮ってくれた？撮ったよ。わーいわーい。トロね、城ヶ島公園で写真撮ってもらいたかったのに、写真を撮りに来たのか。いいね。出来上がった写真を見るのが楽しみなのにゃ。いい写真になったと思うよ。すごい晴れてていいですね。今日この収録してる日もね、すごい晴れててね。そうそう、へいっていい感じ？これへい？そうだね。へいに詳しくなっちゃったにゃ。すごい晴れてるんですけどね。もう風が通ると涼しくてね。ああ、夏が終わったんだなぁと思いました。ねえねえ、へいって思わず糸井重里って言いたくなるよね。なるね。そうなのにゃ。ちょっと自信がなかったから聞いてみたにゃ。聞いてよかったにゃ、全校で。かわいい。登ってみようかな。こう。おぉ、上まで来たのかな？あー、お、なんか拾ったー。やぁ、アイスの棒を見つけたにゃ。お、当たりじゃん。やったー。持ってったら交換してくれるかな？ねえねえ、アイスの棒って好き？好きだよ。トロが見つけたんだから、おみくじより大切にしてほしいにゃ。それにしてもいいにゃ。トロも欲しいにゃ。そうそう、ハワイではアイスの棒がすごい高値で取引されてるって、この前ドダメで言ってたのにゃ。ドダメの情報を鵜呑みにしちゃダメですよ。もしかしてこのアイスの棒って珍しいものなの？当たりだからで珍しいですよ。やっぱり珍しいんだにゃ。ね、土鍋の話だと、ハワイでは楽天に行ってもアマゾンに行ってもアイスの棒が手に入らないらしいにゃ。冷凍食品だからね。なんだか宝物を見つけたって感じがするにゃ。ドキドキなのにゃ。よかったね。何かな？ひび。ねえねえ、これって何？本当にひびでいいの？ひび？カタカナの方がいいかな？いや、ひらがなかな。ひびってなーに？ひびはね、難しい状態。ひびを使うことってないもんね。
病気。間のひびって好き？ひびはね、ない方がいいよ。ひびってここっぽい？そうだね。ふにゃふにゃ、なんだかキュート。今拾ったのはこれか。棒が欲しいって言ってたからあげられないかな。なんかあげられた気がするんだけど、こうだ。おー、観察してからあげようか。すごい、3D モデルだ。あげるよー。マノからアイスの棒もらったりゃ。ずーっと大切にするのにゃ。そうにゃ。これからこのアイスの棒は、トロ当たり棒って呼ぶことにするにゃ。かわいい。行ってみよう。おお。何かな？灯台かな？ねえねえ、これってなーに？なんだった？見てなかった。ぼーっとしてた。扉だよ。本当かな。今PS2 の読み込み音にビビってはってよそ見してました。扉ってなーに。扉は使うものだよ。マノは扉って好き？扉は好きだよ。扉ってエッチっぽい？まあそうとも言えますね。にゃにゃふにゃ、また一つ賢くなったにゃ。ここで行き止まりかな。ちょっと何だったかもう一回確認しよう。あー、結局何か分かんなかった。私、この扉の持ち主ってハリウッドスターって噂らしいにゃ。それでね、ちょっとでも触るとすっごく怒って嫉妬してくるんだって。こわーうにゃー、怖いにゃー。マノも扉には気をつけた方がいいにゃ。気をつけるよ。うん、どうした？あ、もう、こんな時間なのにゃ。あらー、早い。バスに乗らないと、帰れなくなっちゃうにゃ。あれ？あれれ？トロ、さっきまで、死ぬほど楽しかったのに、帰らなくちゃって思ったら、急に寂しくなってきたのにゃ。あー、あるよねー。また来れるよ。えへへ、ありがとにゃ。あ、マノと一緒にいれば、また来られるもんね。そうだよ。明日も来てもいいんだよ。そう思ったら元気出たにゃ。って、のんびり話してたら、
バスに乗り遅れちゃうにゃ。マロン、急ぐのにゃ。弾丸ツアーでしたね。灯台みそびれちゃったよ。にゃー、今日も一日いい天気だったにゃ。今日あったことって覚えてる？今日はね、城ヶ島公園に行ったよ。そうそう、城ヶ島公園に行ったのにゃ。そういえば、城ヶ島公園とかってデートスポットって言うんだよね。そうだよ。そうだよね。そうそう。デートスポットって、そこに行った二人をラブラブにしてくれるのにゃ。あ、トロとマノもラブラブになれるかにゃ？なれるよ。わーい。にゃー、なんか、とってもキュートって感じなのにゃ。えへへ。もう、眠くなってきたにゃ。それじゃあ、お野菜なのにゃ。おやすみー。今日の日記。バスに乗って、マノと遠くへお出かけ。バスはブーブー。降りるときは、ブザーをピー。これが、バスのルール。かわいい。ちょっと短かったですけど、今日はここまでにします。それでは皆さん、おやすみなさーい。